ニュースを伝えします。偉大な金正日総書記の普及の著作と人民軍を強化し軍事重視の社会的規風を確立するためには、朝鮮人民革命軍の創建日に際してロシアのアルトン出版社から出版されました。朝鮮の北と南の同総会首脳対面のニュースに接した各国の政府が声明と公報などを発表して、朝鮮人民の国の統一意義に支持と連帯を表しました。ボリビア外務省、カンボジア外務国際協力省、ラオス外務省、シリア外務移民省、パキスタン外務省、ブラジル外務省、エチオピア外務省は、北と南の間の数十年にわたる対決にピリオドを打ち、正義と平和を保障するパンゲルム宣言を支持するとし、歴史的な首脳対面が、諸村の北と南、そして地域の持続可能な平和と繁栄協力へとつながることを望むと述べました。ベネズエラ政府は広報を発表して、今回の首脳対面を通じて諸村人民は外部勢力の干渉なしに自力で全ての問題を解決できるということを示したとし、コスタリカ政府はパンムンジョム宣言を北と南の関係改善と繁栄を図り、戦争の危険をなくして諸村半島の統一を早めるための礎として評価しました。ネパール、モルディブ、南アフリカ、クウェート、カタール、チュニジア、エジプト、ギリシャ、フランス、スペイン、グアテマラ、ニカラグア、ブラジル、パナマ、ペルー、エルサルバドル政府のパンムンジョム宣言が履行され、諸村半島と世界の平和と安定が促されるという期待を表しました。ロシアの諸団体が歴史的なパンムンジョム宣言を支持して声明を発表しました。ロシア朝鮮民主主義人民共和国との連帯グループ、朝鮮民主主義人民共和国との友好文化協力ロシア協会、ロシア地域社会組織ボロジノ、ロシア連邦レーニン共産主義青年同盟、全ロシアレーニン共産主義青年同盟は声明で、北と南の首脳対面とパンムンジョム宣言は朝鮮だけでなく世界の大きな喜びと歓喜を呼び起こしている。パンムンジョム宣言の発表は朝鮮半島の統一のためのとても重要な歩みとなると述べました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長のパク・ポンジュ内閣総理が村長市内の各工場の実態を現地で把握しました。村長セメント連合記念所の労働者は、歴史的な党中央委員会4月総会で示された新たな戦略的路線にのっとり、生産工程の近代化科学化を高いレベルで実現するために励んで大変な成果を上げています。現地で行われた協議会では、関連部門で各種設備と部品を十分供給し、セメントの生産をハイレベルで正常化するための対策が講じられました。パク総理はまた、炭素塩化学工業創設のための建設現場と村長林産肥料工場の建設現場を見て、生産工程全般を充実させるための具体的な問題を協議しました。朝鮮中央通信社が報道を発表しました。報道は次の通りです。朝鮮中央通信社報道、11日から南朝鮮当局はアメリカとともに南朝鮮全域で共和国への空中先制打撃と制空権掌握が目的の大規模の2018年マックスサンダー合同空中戦闘訓練を行っている。今回の訓練は南朝鮮占領米軍と南朝鮮空軍の主導のもと、米軍の B-52 戦略爆撃機と F-22 ラプターステルス機を含む100機余りの各種戦闘機が動員されて25日まで行われる。内外の世論は今回の訓練は史上最大規模だとし、これは共和国への最高のプレッシャーと交代を続けようとのアメリカと南朝鮮の変わりない立場の反映だと評している。南朝鮮全域で共和国をターゲットにして行われている今回の訓練は、パンムンジョム宣言に対する爆発的な挑戦であり、好ましく発展している朝鮮半島情勢の流れに逆行する故意の軍事的挑発である。
北と南はパウンド宣言で新しい平和時代が開かれたことを厳かに宣言し、朝鮮半島で鋭い軍事的緊張状態を緩和し、戦争危機を実質的に解消するため共同で努力していくことに合意し、これにアメリカも全面的な支持を表した。しかし南朝鮮当局とアメリカは歴史的な4月27日宣言が発表されるや早く、共和国に反対する大規模の合同空中訓練を行って、今まで共和国が見せた平和愛好的な全ての努力と善意に無礼な挑発で応え、宣言履行を望む民族皆と国際社会に大きな懸念と失望を与えている。アメリカと南朝鮮当局が共和国の主導的で画量のある努力と措置によってもたらされた北と南の関係改善と朝米対話の局面が、今回のような戦争演習を時となく行ってもいいという免罪符と思っていれば、それより大きな間違いはない。特に南朝鮮当局は共和国とともに朝鮮半島の平和と繁栄統一に努めようと約束したものの、それに反する不法等な行為を続けており、天下の人間のクズまで国会に出席させて共和国の最高尊厳と体制をけなし、パウンドの宣言を誹謗する茶番劇を大っぴらに行うよう放置している。誰にも程があり、機会を与えるのにも限界がある。歴史的なパウンドの宣言はある一方の努力だけでは履行されず、双方がそのための有利な条件と環境を力を合わせて作ってこそ良い結実を見るものである。共和国は南朝鮮で無謀な共和国侵略のための戦争演習と対決騒動が繰り広げられている険悪な情勢に踏まえて、この16日に予定の北と南の高官級会談を中止する措置を取らざるを得なくなった。北と南の高官級会談が中断し、第一歩を踏み切ったばかりの北と南の関係にハードルが横たわるようになったのは、全て我を失って勝手に振る舞う南朝鮮当局にその責任がある。アメリカも南朝鮮当局と行う挑発的な軍事演習において、日程が詰まっている朝米首脳会談の運営について熟考すべきだ。共和国はアメリカと南朝鮮当局の今後の態度を鋭く見守るだろう。1907年2018年5月16日平壌。16日、朝鮮民主主義人民共和国のキム・ギョン第一副外相が談話を発表しました。談話は次の通りです。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会キム・ギョン委員長は、朝米関係のこの町からの歴史にピリオドを打つ戦略的な決断をし、訪朝したポンペオアメリカ国務長官に2回も会い、朝鮮半島と世界の平和と安定のための実に重大かつ愚かな措置を取った。金正恩国務委員長の手高い意思に応えて、トランプ大統領が歴史の深い敵対関係を一掃し、朝米関係を改善する立場を表したことを私は肯定的に評価し、つまり朝米首脳会談が朝鮮半島の情勢緩和を促し、素晴らしい未来づくりの大きな一歩を踏み出すことと期待した。ところが朝米首脳会談を控えた今、アメリカで対話の相手を一つ刺激する名言がやたらと吐かれているのは、極めて温度を欠くもので失望せざるを得ない。ホワイトハウスの国家安全保障問題担当補佐官ボルトンをはじめ、ホワイトハウスと国務省の高官たちは、まず核兵器その後保障の方式を触れ回り、いわゆるリビアの核兵器の方式だが、完全かつ検証可能で逆戻りできない非核化、核ミサイル性化学兵器の完全廃棄だねという主張をためらうことなく出している。これは対話を通じて問題を解決しようというのでなく、本質において大国に国を丸ごと譲り渡して崩壊されたリビアとイラクの運命を尊厳ある共和国に強いる甚だ不純な企みの表れである。私はアメリカのこうした言動に反撃を禁じ得ず、果たしてアメリカが心から健全な対話と協議を通じて朝米関係の改善を望んでいるか疑わざるを得ない。
世界は共和国が悲惨な末路をたどったリビアとイラクでないことをあまりにもよく知っている。核開発の初期の段階にあったリビアを核保有国の共和国と比べるそれ自体が愚かこの上ないことだ。我々はすでにボルトンがどういうものか明白にしたことがあり、今もボルトンに対する拒否反応を持っていることを隠していない。トランプ政権がこれまで朝米対話が行われるたびにボルトンのようなもののため紆余曲折を経なければならなかった過去の歴史を忘れて、リビアの核放棄の方式がどうのこうのという衛星有国の主の言葉に従うなら、これからの朝米首脳会談をはじめ全般的な朝米関係の見通しがどうなるかは火を見るより明らかだ。我々はすでに朝鮮半島非核化の用意を表明し、そのためにはアメリカの朝鮮敵視政策と核の脅威恐喝を終わらせるのがその先決条件であることを何回となく明言している。しかし今アメリカは我々の画流とおおらかな措置を漏らの現れと見間違い、自分たちの制裁と圧迫構成の結果としてパッケージしようとしている。アメリカが共和国が核を放棄するなら経済的な保障と恩恵を与えると騒いでいるが、我々は一度もアメリカに期待して経済建設をしたことがなく、これからもそのような取引は絶対しないだろう。以前の政権と違う道を歩むだろうと主張するトランプ政権は、共和国の核がまだ開発の段階にあった時の政権の使い古した朝鮮に対する政策案をそのまままさぐっているとはケネディも羽目を外している。もしトランプ大統領が前任者の二の舞を演じるなら、前の大統領たちが成し得なかった最上の成果を上げるという初心とは正反対に、歴代大統領よりさらに惨めな失敗を余儀なくされた大統領として残るだろう。トランプ政権が朝米関係を改善するという真実な態度で朝米首脳会談に臨む場合、我々も当然呼応するだろうが、我々を隅っこに追い込んで一方的な核の放棄だけをしようとするなら、我々はそのような対話にはそれ以上興味を持たないだろうし、迫る朝米首脳会談に応じるべきかどうか再考慮せざるを得ないだろう。偉大な金日成主席の生誕106周年を迎えて4月6日に開かれた太陽節記念国家工業デザイン展示会が終わりました。閉会式が15日、平壌の国家工業デザイン展示会場で行われました。関係者と創作家、教員、研究者、学生、ファンはこれに参加しました。閉会式では展示会で高く評価された創作家に賞状とメダルが授けられ表彰がありました。全国溶接部門科学技術発表会及び展示会が朝鮮科学技術総連盟中央委員会主催で開かれました。開会式が15日、平壌火力発電電営企業所で行われました。国家科学院溶接研究所、ケムテク工業総合大学、平壌建築総合大学、平壌鉄道総合大学など数十のところの科学者と技術者、教員、研究者、大学院生が参加した今回の発表会及び展示会に70余りの価値ある論文と展示品が提出されました。18日まで行われる今回の発表会及び展示会では新技術の講義があり、モデルとなるところの見学も予定しています。朝鮮で渡り鳥の保護に深い関心が向けられています。現在国家的に調査記録された鳥は420種余りで、そのうち渡り鳥が 82.6% を占めています。200余りの自然保護区のうち、渡り鳥湿地保護区は、平安南道民族軍と特等、平安北道の新土軍、関運道南元軍など、朝鮮東海岸と西海岸の30数箇所です。この地域で渡り鳥の種類と個体数の確定が行われ、その保護対策も立てられています。朝鮮では、地形98年、2009年11月に、朝鮮民主主義人民共和国自然保護法が採択され、
国の生物多様性を高い水準で維持するための法的枠組みがもたらされました。国際的な交流と協力も活発に行われています。昨年バイオサール条約と東アジア・オセアニアの渡り鳥の移行ルートの協力機関に加盟しました。今年から5月と10月の第2週の土曜日を世界渡り鳥の日として記念します。テーマは鳥の保護に私たちの声を合わせようです。山本さんのインターネットメディア自主時報によりますと、5月18日大学生検事団が10年をし、ソウルのアメリカ大使館前で記者会見を開き、カエル大虐殺事件にアメリカが介入したことを認め謝罪することを求めました。5月18日大学生検事団は、カエル人民蜂起の参加者を残酷に殺した扇動犯軍事発射集団の罪名を告発し、大虐殺を幕裏で助長し黙認したアメリカの謝罪を取り付けるため、南朝鮮の大学生が組織した団体です。この日の午後、検事団はソウルの扇動犯の支度の前で、扇動犯が裁判所に出頭することを求める記者会見を開きました。8日、アメリカがイランとの核合意から脱退することを決めました。これを受け、イランイスラム教革命指導者と大統領、国会議長が、アメリカが完全な失策をしているとし、イランが核合意による自己の目標を達成できない場合、合意に明記された公約に関係なく、国家の利益を追求するだろうと述べました。ロシアとキューバの外務省は声明で、中国外務省報道官は記者会見で、アメリカのイランとの核合意からの脱退の決定に懸念を表しました。一方、欧州諸国も最近、イランとの核合意から脱退することにしたアメリカに不満を表しています。朝鮮中央通信社が、有権のことでの朝鮮との対決は勝ち目なしという論評を発表しました。論評は、アメリカが対話と平和の情勢の流れに逆らい、朝鮮のいわゆる人権問題を連日取り上げているのが注目される。この4月に発表された2017年国別人権報告書なるもので、朝鮮は9月に中止をし、ついで5月3日には、アメリカ国務省が、いわゆる北朝鮮自由週間を軽視に声明を出すなどと騒いでいる。数日前には副大統領が直接マスコミを通して、アメリカ政府は最悪の北朝鮮人権状況を絶対無視しないだろうと力説した。朝米対話を前に使い古した人権のことでの共和国バッシングをまたもは加えているアメリカの企図は、合法的な主権国である朝鮮の尊厳と自主権に対する公然たる蹂躙、対話の相手に対する傲慢無礼の極みだ。朝鮮の対話の意思を制裁圧迫の結果だと錯覚したアメリカは、今人権のことでの圧迫まで数をさせて、愚かにも対話で不純な目的を達成しようとしている。アメリカはそもそも人権について口にする資格も対面もない国だ。アメリカはせっかくもたらされた前向きな体制を逆戻りさせうる愚かな行為を追求するのでなく、対話を示唆して相互尊重と信頼の雰囲気づくりに努力すべきだと述べています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はウィンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。社会主義文明強国の基本的特徴についてお話しします。社会主義文明強国を建設するのは、朝鮮労働党の揺るぎない意志で朝鮮人民の思考です。敬愛する最高指導者金正恩元帥は、我々が建設する文明強国は、社会主義文化が全面的に開花発展する国、人民が高い創造力と文化水準を持って最上の文明を最高の水準で創造し享受する国だと教えました。朝鮮労働党が示した社会主義文明強国の基本的特徴は、社会主義文化が全面的に開花発展する国です。
社会主義文化は労働者階級をはじめ人民大衆によって創造され、その自主的要求と利益の実現に尽くす人民大衆中心の文化、主体性と民族性が徹底された文化です。社会主義文化のすべての分野が人民大衆の自主的要求に即して高い水準で絶えず開花発展する国が真の意味での文明強国だと言えます。朝鮮労働党が示した社会主義文明強国の基本的特徴は、また人民が高い創造力と文化水準を持って最上の文明を最高の水準で総合し享受する国です。国の文明水準はその社会に住んでいる人々の創造力と文化水準によって決められます。一般的に創造力は自然を征服し社会を改造する人民大衆の力を指しています。最上の文明を最高の水準で創造する力は人民皆が豊かな科学技術の知識とともに創建の体力を身につけるところのみ可能です。また人間が革命的な世界観が確立されているだけでなく、文化水準が高いことにのみ文化の真の享受者になれます。文化水準の高さ、すなわち最も文化的な条件と環境で幸せな生活を思う存分享受するための精神の高さです。創造力が高く文化水準の立派な人民によって世界に誇るだけある文明が創造され、それを人民自身が享受する国を建設するのがまさに朝鮮労働党の決心で意志です。朝鮮労働党の正しい導きがあり、最も優れた社会主義制度があるので、朝鮮人民は必ず社会主義文明強国を立てるでしょう。社会主義文明強国の基本的特徴についてお話ししました。チャンさんにまつわる不滅の話。ケニアにさほど高くないチャンさんがあります。この山に偉大な金正恩総書記の不滅の足跡が記された革命史跡地があります。46年1957年3月31日金正恩総書記が初めてこの山に登りました。当時平壌第一中学校に通っていた総書記は生徒たちと一緒に山に木を植え、一本の木、一株の草も大事にする愛国心を心に刻みつけるようにしました。チャンさん革命史跡地のリー・スンミさんのお話です。위대한영도자김정일동지께서는김일성종합대학에서혁명활동을벌리시던시기위대한김정일성주께서김일성종합대학에재학중의1961년5월15일부터6월4일까지와산という곳에서연산という곳까지의도로확충공사에참가했습니다.総書記は平壌市をさらに壮大華麗に築くという偉大な金正恩主席の大構想を実現することに全てを尽くしました。総書記は工事に参加した人民軍軍人と青年たちを奇跡の構想の実現へと奮い起こし、率先して励行しました。金正恩総書記は工事の全期間、作業の全般を手配する一方、常に学生たちと一緒にハンマーを取ったり木工を担いだり、また泥水の中でスコップを取ったりしました。そして周辺地域の住民と工事を手伝う人民軍軍人の生活も温かく顧みました。チャンさん革命史跡地にはまた南山高級中学校時代と金日成総合大学時代に偉大な戦略家、総帥としての抜きんでた資質を発揮したことを見せる資料もあります。チャンさん革命史跡地は金正恩総書記の不滅の業績を今に伝えています。チャンさんにまつわる不滅の話、交代してお話しました。Thank you.